卒業制作は主に副職、美術系の大学、専門学校での最終制作課題の通称として用いられる。学生にとって在学期間の集大成であると同時に、その後の就職や作家活動に少なからず影響を与える重要な制作物及び制作活動と位置づけられる。絵画専攻の卒業制作では100号前後の 油絵や日本画を制作することが多いが、現在ではインスタレーションやパフォーマンスなどの表現を行う学生も比較的増えている。このような傾向は関東や近畿などの有名美術大学で多く見られるが地方の学校では未だ少ない。また、絵画専攻の卒業制作は制作された後、各々の,の,の学校構内や近隣の美術館などを借りて、 展示発表されることが多い。特に関東地方の美術大学が一堂に集結して作品を発表する五美術大学展は同時期に開催される東京芸術大学の卒業制作展と合わせて絵画家の卒業制作展としては国内最大の規模があり毎年多数の来場者が訪れる。また絵画科の卒業制作展は作家志望の学生にとって 重要なプレゼンテーションの場としても機能しており、多くの学生が自分の作品をギャラリストやキュレーターに売り込むことに尽力する。卒業設計とも呼ばれる。建築学科学生のか造園学、ランドスケープ学科などにおいても実施している場合がある。建築衣装設計での就職、ハウスメーカーの際には通常の設計製図の授業において制作したものや、 コンペティションなどに提出した図面成果と合わせて、この卒業制作の図面、模型をまとめたポートフォリオが重要資料となる。全国的なコンペとしては、毎年6月に東京都において日本建築家協会主催の全国学生卒業設計コンクール全国巡回の形で、日本建築学会主催の全国大学高専卒業設計展示会3月に仙台、 メディアテイクにおいて学生主催の卒業設計日本一決定戦5月に学生設計優秀作品展建築都市環境などが開催されている九州地方中心の学生デザインレビューなども開催されている収士過程の発表の場としては東京建築コレクションが開催されている各大学ごとにも優秀な作品を表彰する制度もあり 例えば、東京大学の辰野賞や、京都大学の武田五十一賞、日本大学の桜立賞などがそれに当たる。なお、大学によっては、卒業政策と卒業研究の片方を、選択卒業政策と卒業研究の両方が、必修と精度に、ばらつきがあるが、大学院への進学には、両方が必修であることが多い。また両方が必修であっても選考が材料系。 構造系と衣装系、建築計画系では卒業制作が評価に占める、割合が変わる。ありがとうございます。